大家好，我是叶若明，欢迎回来皇家骑士团。那么我们继续接着上一集的战役吧。OK， 那么上一集，上一次应该说这段时间啦，这段时间我应该都会是在玩暗黑破坏神4，但因为今天我录制的今天齁，我有事，就是白天我有事情，所以我在白天的时候先做别的事情，就是因为时间不多啦，所以我没办法，对，老实说我没办法玩暗黑4啊，对，因为毕竟那个需要时间的，对，所以我们就出发吧，我们就今天来玩一点别的，好，对，因为时间不多，这个招墙我已经有了，对，就是在刚刚暂停的时候，对。OK， 那我们就出发吧。没错。こんなところで反乱軍と遭遇するとはな。全部隊がスウォンジーに集結していると思ったが。いや、その顔には見覚えがあるぞ。そうだ、手配書だ。手配書で見た顔だ。バルマムッサを襲った裏切り者のウォルサ人だな。我らガルガスタン軍に濡れ衣を着せただけでなく、同胞であるウォルサ人を皆殺したと聞く。それにしても貴様のような若者だったとは驚いた。いや、若さゆえに老獪な公爵に騙されたのか。信じないと思うけど、あれは僕らじゃない。ん？少なくとも住民を手にかけたのは僕らじゃ。無駄だ。ウォルスタ人ですらお前たちが主犯だと考えているんだ。敵であるガルガスタン人に潔白を主張したところで信じてもらえるはずもないだろう。どちらにせよ、奴らと戦わねばならないんだ。私たちがウォルスタ人である限りはな。あねや。その女の言う通りだ。俺は貴様の首にかけられた賞金などはどうでもいい。目の前のウォルスタ人を狩る。ただそれだけだ。死んでいった仲間のために、祖国のために。没办法，无法沟通。对啊，
过这也是一件非常正常的事情。感觉走这边有点深，太深入敌军了。
哦，痛！What the fuck?
我偷。デニム、避難させてもらうわね。嚯、哦，他这个忍者太强了吧！直接都是打两下呢。
结束。無念だ。こんなところで天命が尽きるとは。ガルガスタンよ、栄光あれ。哦，接下来就是最后一个地方了。对啊，那十四级，哇，这是十四级有点难搞啊。这一个，对啊，刚刚那个忍者是真的蛮强的，对啊。不过这就是下一集的事情啦。对，各位，今天这一集就先到这啦，谢谢大家观看。那喜欢我的频道，按赞加订阅。有什么想看的游戏，在下方留言告诉我。就这样，我们就下期见喽，大家不播。